じゃあ、送ります。週刊ウニュということで、よろしくお願いします。岩井正和です。よろしくお願いします。三好でああ、ございまよろす。しくお願いします。つまり、この間、正方形のサイズを変えて並べるのを 5×5 でやったんですけどね。はい。それはこれ宮下さんのアイデアですけどね。ちょっと拡張して 7×7 も作ってみたので、ちょっと見ていきたいと思います。こちらですね。はい。うにあゅうにゅとう。ですね、色、ああ、背景をちょっと気持ちを変えるためにやったんですよ。なかなか。つまり、岩井が思ったことは、これで 9×9 とかもできるんですけど、どんどんでっかくしていくと、つまり正方形を0以上、サイズを0以上にしなきゃいけない制約がどんどんきつくなってですね、なんかこの、真ん中の辺はつまりで言えば、黄色同士は同じ大きさで、赤が同じ、どうしよう同じ大きさっていうところにどうも落ち着きそうな気はしますよね。だから端っこはですね、端っこはちょっと自由なんででかくはなるんですけど。そうですね、メリハリがこの、ついてる感じですね。端っこでかくなった後、この周りにもう一層正方形をつけるのはちょっとこのままではきつくなってるはずなんですよね、なんか。なるほど。ような気がします。今、乱数で振ってるのは、ですね、7×7 の、X 軸の中央と Y 軸の中央の全部で、つまり、2、7、14、低い、13個ですか。13個。13個ですね。13個を乱数で振って、一旦決めて、で、それを決めるともう全部の正方形が結局決まってしまうので、それを計算して書いていまして、その時に、なんていうか、0、正方形がマイナス、0は OK にしてるんですけど、マイナスになったらもう NG にして、その乱数は捨ててることをやっていますね。はい。という感じですね。今カーソル見えてましたかね？見えてますね。はい。こことのいとうころを感切じなので、で、る。もうだんだん 9×9 とかやると、その方法だとだんだん乱数がもうぶどまりが悪くなってきてですね。なんか、また別な制約っていうか条件を入れないと、乱数ただ振っただけだと、なんていうか、成り立つ乱数が振られにくくなっていくというか、っていう感じです。いや、よくわかります。いや、面白いですね。なんか変なバランスですね。なんか。このままだから全平面を塗ろうとすると結局赤同士は全部同じ形で、形っていうかサイズで、黄色同士は全部同じサイズっていうやつだと全平面塗っていけるんですけどね。そんな感じですね。それ以外で埋める方法が、はないのかもしれませんね。ちょっと照明とかちょっとわかんないんであれなんですけどね。そこまで制約がついてしま面白いですね。なんう。かこう、二次元のものに、一次元的な何か制約がつくような感じでしょうかね。面白いですね。面白いですね。周りが暴れてるところかもしれない。すげえでかいのとすげえちっちゃいのあるなんかなめこの写真を送っていただきましたけから。なめこね。なめこっぽいですよね。ど、なめこっぽいですね。なめこもなんか一個だけでかいのあったりあするるあとるある。ころあるので、ちょっと似てますよね、なんか。なんか、世の中の生物も結局、全体的にもう隙間なく埋めようとすると、なんかこんな感じになるのかもっていうことですね、なんか。これ7分あるんですね。すごい。大丈夫。なんかもう、1分またやってもあれかなと思って7分。ずっと。で、この切り替えが1秒ごと来るので、秒針の代わりになるかも。なんでよ、これっつって。広く42、420回変化してる。そうかな。
すごい。で、最後またこれ。ちょっと最後のループのとこだけ見よああ、ループになってるかな。ループにしたつもりなんですけど。ループ設定にはしました？う。ええ、ループ設定にはしたはず。本当に。お！あれ？ああ、来ちたゃ来んた。とできてる、ちゃんとできてる。ああ、できてる、できてる、できてる。できてる。すごいですね。最初がなめこの苗みたいな感じになりますけど。色合いがなめこですね、これね。なるほど、なるほど。といった感じですね。はい。俺は面白かったですね、なんか。ありがとうございます。ちょっとね、一時苦労されたみたいですけど。なんか、論理がわかんなくて、結局ですね、まあ、方眼紙で言えば、方眼紙の 2×2 のうち3個が決まってると、1個決まるってことですね。簡単に言うと、だから、そういう、そこ、もう、つまり、黒が、2×2 か、2個中黒が2個あったら、もう1個の白も黒く塗れるような論理でどんどん埋まってきますね。だから、辺みたいなとこはもう黒描けないんで、そこまた1個決めてあげないと、黒を改めて塗ってあげないと決まらないんですけども、そうじゃない、その、なんていうか、間の正方形のサイズはどんどん決まってくるんで、いった感じです。いやいや、ありがとうございまあ、す。いや、面白かった気でにす。していただけるといや、ね。だいぶ、三好さんの最初立てた式が、割合、なんか、複雑だったので あ、もうちょっと単純だったかもって感じ。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ということで、また次回で。ありがとうございます。ありがとうございます。